415系電車は日本国有鉄道が設計、製造した高直流量用近郊系電車。国鉄分割民営化時には東日本旅客鉄道と九州旅客鉄道に継承されたほか民営化後に JR 東日本が製造発注並びに西日本旅客鉄道が113系から改造、編入した車両が存在する。なお、本校では 製造目的の共通する以下の車両系列についても記述する。国鉄のカルダン駆動方式の電車としては、初の両開きさん扉構造の均衡系電車であり、交流電格間と直流電格間の電源を、車上での切り替えで直通運転する、高直両用電車の実用第一号として、開発され1960年から製造開始された。 401系は直流、交流 50Hz 対応。421系は直流、交流 60Hz 対応による相違。403系は1966年から、423系は1965年から製造された401系、421系の出力増強四415系は直流。 交流 50Hz、60Hz 両用とした系列で1971年から製造された。本系列が設計、開発開始された1950年代末期は、主変圧器、主整流器、主平滑リアクトルなどの50、60Hz 両用交流機器がまだ開発されておらず、同一設計を採用しても一部機器が統一できなかったことから、 商用電源周波数の違いにより別系列とされた。このため、交流 50Hz 用の401.2403系は、電動車ユニットのみ形式が異なり、制御車の区ハ401型は共通、交流 60Hz 用の421.423系も同様で制御車は区百421型とされた。一方で415系は制御車の形式は区四411。 型とされた。本系列新成人の車両基地は、常磐線、水戸線用が401系量産先行試作車を除き、勝田電車区、九州地区用は415系100.200番台、5編成を除き南福岡電車区へ集中配置されたほか、基本設計も415系まで踏襲されている部分が多いが、運用線区の違いなどから行き先知る集計の位置が、 異なるなど外観等に差異が見られる。401.2403415.421423角系列に共通する部分の解説を行う。車体は153系を基本とする、軽量傾向を溶接で組み立てた全金属製、セミモノコック構造で車体幅2.9メートルの裾絞り断面形状を採用。車体長も、 同様に中間車で19.5メートルとしているが、1500番台では211軽を基本とした軽量ステンレス車体とし、車体幅は車両限界いっぱいの2.95メートル裾絞り断面形状としたほか、前頭部に FRP 製化粧機製を装着する。金衡型として、通勤仕様を考慮し70系同様のデッキなし、片側3ドアとした上で、 客用扉は新たに101系と同じ1.3メートル幅の両開き扉とした。また、側窓は101系と同じく二段上昇式となっているが、1500番台では一大降下式と相違があるほか、交流区間での絶縁距離を確保するため屋根状、パンタグラフ搭載部分は低屋根構造とした。座席配置も70系のセミクロスシートを基本に改良を実施。 中間車の扉間は、戸袋部分を二人掛けロングシートとし、その四人掛けボックスシートを四組設置。車端部を三人掛けロングシートに四人掛けボックスシートが二組とし、座席定員76名とした。通路幅は153系の 540mm から 860mm と拡大。また四人掛けボックスシートの座席は、 幅が狭く窓側の肘掛けを省略されたが、415、五100番台以降は4人掛けボックスシートの寸法と、形状を急行軽電車と同一とした。トイレは制御車に設置。おぼつ処理装置は当初粉砕式を、その後は循環式を装着した。これらの構造は、以後長らく新生の近光景電車の標準となった。区波401.2421系の前面は、 クハ153型0番台同様にパノラミックウィンドウを採用し閉結運転を考慮した貫通路を設置。運転室のフロントガラスが大きい、低運転台構造とされたが、踏切事故対策から1961年下半期以降に製造されたクハ401から23クハ421から17からはクハ波153型500番台同様の 高運転台に変更。また、四 403K、423K 用を含め、屋上通風機なども、同時期に製造された、区波百十一型に合わせた改良が実施された。主回路機器は百一1をベースに交流区間での、脈流対策を施行。当初開発された四百一点2四二一 k では、主電動機は、m t 四十六 a 型直膜清流子電動機を、 改良した MT46 バイト型、主制御機も同様に電動化無軸式で4 0 1 4 2 1系は、CS12 バイト型を4 1 5系は、CS12G 型を、主抵抗機も同様に強制風冷式の MR61 型を搭載する。ブレーキ方式は、発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキを採用。パンタグラフは、 河川電圧交流 20KV のカー粒からの離隔距離を 250mm 以上確保する必要から PS16 系の大枠空気配管を変更した PS16 バイト型とした台車は枕バネにコイルバネを使用する揺れ枕釣り台車で電動車用が101系と同一の DT21 バイト型付随車用が DT21 バイト型をベースに 台車枠形状などを付随車用に変更した TR64 型を装着しており、基礎ブレーキは両車とも踏みづらブレーキ式を装備している。軸箱支持装置は、軸箱の下部左右に浴場の座を出してその上にコイルバネを配置して、側枠からの荷重を受け止めるウィングバネと軸箱森で支持するペデスタル方式である。ただし、 クハ401から47.421から41以降の付随車用の台車はクハ111系。同様にディスクブレーキを装備する TR62 型とし、ブレーキ容量が増大された。1500番台では211系と同様の枕バネにダイアフラム式空気バネを使用したボルスタレス台車であり、軸箱支持装置も円錐積相互無式である。 電動車用が DT50C、付随車用が TR235C を装着しており、基礎ブレーキは、前車が踏みずらブレーキ、後車がディスクブレーキを装備している。電動車は二両で一組の MM ユニット方式を採用。M 車には床下に、主制御機、手底工機、電動発電機などの機器を、M 車には屋根上に、パンタグラフ、硬直切り替え機、 交流遮断機などの機器という下に、主変圧機、主整流機、蓄電池、硬直転換機などの機器を搭載する。主電動機冷却風は、車体端部に設置した取り入れ口からダクトを介して取り込む方式とした。主変圧機は、四百一系が、t m 二系、四百二十一系が、t m 三型、四百三系が、t m 九系、四百二十三系が、 TM10 系、415系が TM14 型もしくは TM20 型を搭載。冷却方式はそういう風冷式を採用する。TM2 系、TM3 型は使用される絶縁油に PCB を主とする不燃性油が使用されていたが、PCB による環境汚染が社会問題化したため TM20 型ではシリコン油が使用された。 主整流器は素子にシリコン整流子を採用した全波整流炭素ブリッジ式で401系が RS1 系、RS2 系、423系が RS3 型、RS4 型、415系が RS22A 型を搭載した。冷却方式は電動送風機による強制式が採用されていたが415系500番台。 最終増備車700番台1500番台では走行風を利用した自然冷却式の RS49 型に変更された。先行試作車から1961年落成分まではローズピンクを基調に401系はクリーム1号、421系はクリーム2号で全面創価に逆台形の警戒色が入る。 国鉄高直流電車の標準色とされた。加えて、周波数識別用に、401系は制御車、前面窓状に細体、421系は、全車の側面裾部に401系よりやや太い帯が、それぞれ前面系解色と同色で入れられている。1962年落成分から401系は、周波数識別体を省略、421系は、 帯色を全面警戒色ともどもクリーム4号に変更、正面まで惹かれるように改定された。421系の識別体は後に省略された。ことから、その後415系500番台途中、製造分までの国鉄硬直流電車の標準色となった。常磐専用車両は1983年8月からイメージアップのためクリーム10号に、 青20号体の新塗装へ塗り替えが開始され、筑波万博開催直前の1985年春までに、全社の塗装変更が完了した。九州配置者は1986年3月に、上磐線新塗装の415系500番台が、転入後、同年夏に423系は白3号と、青20号、713系は、クリーム10号と、 青20号に比較検討の塗色変更を行い、同年10月以降は帯色を若干藍色がかった青23号とし、窓状にも青帯が入る新塗装への変更が開始された。ただし、勝宅からの転入者は民営化後の1987年秋頃までは常磐線塗装のままだった。401系は1961年6月の常磐線取りで、 カツ交流電化に421系は山陽本線小郡下関間直流電化及び鹿児島本線文字港久留米間交流電化に対応する系列で両系列とも1960年に量産先行試作者4両編成 AX2 本ずつ製造された。1962年には鉄道ともの会から第2回ローレル賞を受賞。その後は 増備が続き1966年までに 401K4 両編成 X25 本 K100 両と 421K4 両編成 X23 本 K92 両が製造された。401K421K 区百421から671985年文字覚、形式とも対応する交流商用周波数が 60Hz である点が 401K と異なる。 さ鞘4 2 0九1 9 6 4年に、川崎車両で151軽電車の九州乗り入れ、代用用電源車として3両が製造され、南福岡電車区に配置された。東海道新幹線の開業に伴うダイヤ改正で、東海道本線特急として運用されていた151軽電車は、山陽本線を主体にした新幹線連絡特急に転用されることになり、 その一部が、ツバメ・鳩の愛称で新大阪博多間を運転する列車として設定された。運転区間の内文字駅構内デッドセクションを開催し、九州島内は交流電化区間であったため、直流電車であった151系電車は、下関文字間は EF30 系、文字博多間は ED73 型で牽引された。しかし、 単に EF30 型や ED73 型が151系を、牽引するだけでは151系のサービス用電源が確保できないことから、差し151型に交流区間用電源、装置搭載案、電源装置搭載高直流電気機関車、心臓案などと比較検討されたが、当初から151系の投入が、 暫定的かつ単機関とされたことからもは420型をベースに必要な機器類を搭載した電源車を製造し、機関車と151系電車の間に挟んで使用する案が採用された。そのため当初から421系として製造され、以下の特徴を持つ。翌1965年10月1日に硬直療養の481系に置き換えられた。 ことから鞘420型は、不要となり、1966年に、小倉工場でも波420から21から23へ改造。ベッド立製作所で製造された、も波421から21から23区波421から61から66と4両編成3本に、蘇生された。 401系は量産先行車8両が1978年11月30日に廃車。量産車の廃車は1981年から開始された。分割民営化時に JR 東日本へ承継された車両は以下14両のみ。本グループは比例棒のままで415系1500番台に置き換えられ1991年までに全車廃車となった。 421系は量産先行車8両が1979年に廃車。量産車の廃車は1986年から開始された。分割民営化時に JR 九州へ承継された車両は以下の4両編成7本で計28両。本グループは全車冷房化改造が施行された。811系、813系と置き換えられ、 1993年から1996年にかけて全車廃車となった。なお、区ハ401系、421系ともに、低運転台車は JR に承継されず、1987年までにすべて廃車された。主電動機の定格出力を401系、421系に搭載していた、m t 十六系のキロワットから百二十。 キロワットに向上した MT54 系に変更した系列である。403系は交流 50Hz に対応しており、常磐線並びに水戸線電化準備用に勝田区へ配置された。423系は交流 60Hz に対応しており、鹿児島本線の熊本駅まで電化延長に合わせて南福岡に配置された。このため、 車体及び車内設備は401系、421系と同一である。MM ユニットは403系がモハ403.402系、423系がモハ423.422型となった。制御車は上実したクハ401.421型が継続して申請された。同時に以下の設計変更が実施された。401系、 421系と同じく4両編成で組成された。403系は20編成系80両、423系は30編成系120両が1965年から1968年まで製造された。最終造備車である403系第20編成及び423系第29.30編成では以下の改良が実施された。 4 0 3系、4 2 3系自己廃車となった、モーハ402から1区派401から52区派421から43の3両を除く、全車両が JR 東日本と JR 九州に承継された。4 0 3系は以下のスケジュールで廃車された。4 2 3系は1996年から廃車開始され、2001年に全車廃車された。 1971年から製造が開始された。主変圧器の TM14 型は、商用周波数の 50Hz と 60Hz 両方に対応しており、直流電源を合わせて3電源に対応している。401.403系が交流 50Hz のみに、421.423系が交流 60Hz にのみに対応していたものを統一したグループである。 0.300、100.200、100. 500.600、700、800、1500.1600、1700.1900の番台に分かれる。1991年までに、構成車347両ステンレス車141両の488両が製造された。車両形式は、モハ415系。 もは414型、くもは415系、くは411系、くは415系、さは411型がある。このうち、くは415系の800番台と、くもは415系、もは414型の800番台は113系からの改造春行車。くは415型は、JR 加護に改造もしくは設計された区分。 サハ411型は、常磐線の基本編成の一部を7両、編成化するために製造された。また MM ユニットが415.414型に、クハ411型が300番台に、番台区分された理由は、401.403系を411系とし、421.423系を413系として、制御者は、 どちらも区四411型に統一して、区ハ401型を0番台へ、区百421型を100番台へと、改版する計画が存在したためである。0番台 JR 東日本所属車0番台、JR 九州所属車区四411系、運転台 MM ユニットが0番台、区四411型が CP とトイレを装備する300番台に、番台区分されるグループ。 mm ユニット19組38両と区ハ411系39両の77両が製造された。かつた電車区へは4両編成10本が、南福岡電車区へは4両編成9本と、自己廃車代対応の区ハ411系1両が配置された。なお本グループは以下の2形態に分類される。1975年製造の 区四411から335は、脱線点特事故により、廃車となった四百421から43の代替として、申請された。このため、落成時には冷房装置は搭載されておらず、唯一の冷房準備車として落成した。その後1983年に、同じ編成を組む百二423.422から、ニ四百421から44とともに、 冷房化された。冷房準備車特有の最前部大型箱型通風機や外機せをステンレス製とした AU75E 型を搭載していた。2001年4 2 3系全廃と共に同社も廃止され4 1 5系で最初の廃車となった。JR 九州リバイバル級塗装南福岡所属 FM 個編成 JR 東日本リバイバル級 塗装編成、勝田所属 K510 編成2000年には、南福岡所属 FM5 編成が、ミレニアム記念として、翌2001年には、常磐線、勝田電殿下40周年記念で、K510 編成が、それぞれ旧塗装への復元が施行された。K510 編成は後に、一般塗装へ復元された。一方、FM5 編成は、 国鉄時代の旧塗装のままで運用され、2012年3月15日に運用離脱し廃車された。勝田車両センターの一部編成及び、南福岡車両区、小倉総合車両センター文字港車両を発出配置車は、区派411系トイレ対抗部を除き、ロングシート化された。JR 東日本在籍車は E531 系への地下下で全廃。また、 JR 九州在籍者は、セミクロスシート車が、大分、鹿児島などへの一時的な疎開留置が実施された。2010年には、FO2.3 編成が、留置先の鹿児島総合車両所から、小倉工場改装されたのを皮切りに、ロングシート化改造編成も含めて、順次同様の措置が取られた。2014年8月27日には、最後まで残存していた。 FJ-7 編成が、小倉総合車両センターへ改装された。同年11月までに廃車が終了し、本番台区分は消滅した。ただし、FO3 編成の内文字工側2両の区派411から336が、赤一式塗装へ、も波414から18が、青一式塗装へ変更の上で、安全技能電車となっており、 小倉総合車両センターで訓練等に使用される。モハ四414から 114JR 東日本、所属車区四411から104客室内、JR 九州所属車区四411から218、JR 九州所属車1978年より製造された。MM ユニット28組56両及び、 区波411系52両サ波411系4両で、計112両のグループ。4人が仮クロスシートが狭く、評判も悪かったため、座席幅を 9301040mm に、間隔を1420 1490mm として、従来の急行系車両並みに拡大を行った。いわゆるシートピッチ改善車である。 客室とビラ間間隔寸法と窓配置を変更されたのがこの番台の大きな特徴。4両編成7本及び MM ユニット2組4両と、サッハ411系4両が、勝田電車区に4両編成14本が、南福岡電車区に4両編成5本が、大分電車区へそれぞれ申請配置された。車体構造は、 同時期に製造されていた113系2000番台と基本的に同一である。制御車は奇数向きがトイレなしで100番台。偶数向きはトイレ付きで200番台となっている。CP と出力169馬の MG を搭載する。車内は客室に持つ棚棒と腰掛けがコミ板がステンレス化などによる無塗装化された。車体中央部の通風機は 取り付け位置を冷房装置から離れた位置に変更した。床下に搭載される電磁弁等やブレーキ装置を集約ユニット化。トイレの明かり窓の形状は特急車両と同型 FRB 製ユニットとした。最終増備車は1984年にも波415.414から127.128とさ波411の1の4の8両が 製製作所所事業所で製造された本グループは、上磐線一部編成7両化や、将来の15両編成化を考慮されている。当初より、上磐線の新塗装で落成した。その他、屋上の押し込め式通風機と、冷房装置機制、室内化粧板が500番台と同一となっている。押し込め式通風機は、FRP 製。 車内の室内色はクリーム色となっており、クロスシートの腰掛けモケット色は落成当初の713、軽電車と同様のロームブラウンを基調としたものに変更された。サハ411型は新規に起こされた中間付随車形式のため番台区分は一体となる。また CP と容量169馬の MG ガニと4には新生児から搭載されたが、 1>, 1と3は MG 搭載準備工事で落成した。翌1985年の7両編成火事に搭載された。2021年4月1日現在、JR 東日本車は全廃。JR 九州車は FO104 編成が2021年1月から3月にかけて廃車されたが、4両編成 X18 本計72両が車席を有しており、 大分鉄道事業部大分車両センターに配置される。なお、大分車両センター所属者のうち、小倉車両センターから転入した十二編成は、ロングシートへ改造されている。区派百十一から六百十九も四百十四から五百十九区派百十一から六百七車内、JR 東日本時代に、バケットシート化視光老朽化した四百一軽食車取り替えと、 常磐線の混雑緩和を目的として1982年より製造された。4両編成24本の K96 両のロングシート車グループで全車がかつた電車区へ申請配置された。トイレ枠派411系偶数無機車に設置されている。その対向側はクロスシートが設置されたため600番台が区分がされた。外観は運転室。 窓配置、客室扉などの割り付きは100番台から踏襲されたが、ロングシート化により定員は20%増加。車体の経年劣化対策として、屋根材を絶縁屋根布からポリウレタン系樹脂系塗り屋根材に変更。腐食防止の観点から外反用株の約 400mm にステンレスを使用した。その他、客室扉部は連続溶接化され、 屋上通風機は FRP 製箱型に変更された。内装は当時装備されていた201系と同じく化粧板がクリーム色。腰掛けモケットがロームブラウンの暖色系を基調とした。座席端部には袖仕切りを設置した。ロングシートは座面高 400mm、奥行き 600mm とされた。また当初は禁煙区間が上の土浦間のみだったため、 各車両の出入台と袋倉庫と妻部に灰皿が設置された。台車は従来車と同じだが、ロングシート化による低ゾ像により荷重が増加したため、枕バネ、軸バネのバネ定数を変更した。搭載される電気機器と配置は100番台を踏襲しているが、床下のブレーキユニット箱を廃止して重量軽減を図ったほか、電動車の重量バランス均等化の観点から、 従来もは414型に搭載されていた蓄電池と付属設備をもは415型に移設した。これはもは414型の定員乗車自車両重量が52トンを超過するためであり、100番台と比べて1トン軽量化された。腐食防止の観点から車体裾部にステンレスを使用したほか、設計変更が数度実施された。 国鉄時代の1986年3月に513から517の後編成が421軽承記者置き換のため、南福岡電車区へ転出した。その後は、JR 九州に継承されてから、2007年2月に、FM513 と517の2編成が、同年3月に、FM514 から516の3編成が、 457.475系を置き換えるため、鹿児島総合車両所へ転出した。かつたに残存していた JR 東日本車は、一部の編成が模波415と、区波411から500番台の間に左波411の0番台、または700番台と、モハ415.414の100番台、または700番台を組み込んで7両編成化した。 2007年に運用離脱した。そのうちの2編成8両は、1500番台1、編成とともに2008年12月24日付で、廃車後 j r 九州へ譲渡され、南福岡車両区へ配置された。その後、2012年に0.300番台の地漢へを目的に、大分車両センターへ転出した。さらにその後、2016年3月には、 FO520 編成が、鹿児島車両センターへ、再び転出した。このため2021年4月1日現在では、鹿児島車両センターに、FK513 から517.520の6編成24両が、大分車両センターに、FO507 の1編成4両が配置される。もは百十四から712もは百十五から百十二 サハ411-712-1984年から1985年にかけて MM ユニット23組46両と付随車16両、計62両が日立製作所、笠戸事業所と日本車両、東急車両で製造された。全車がかつた電車区へ申請配置された。100番台最終造備車から一部設計変更が、 されたため新たな万代区分とされた。これは、1985年に開催された筑波科学万博開催に向けて、常磐線中電の輸送力を増強する目的から、他万代で蘇生される4両編成の一部を7両化し、最大で15両編成の蘇生に対応するためと、また老朽化した401系を換えようとして、製造された。塗装は、新生児より、 クリーム十5に青二十号体。車内は車単部分をロングシートとしたセミクロスシート車で床面高さを九百八十五年製の五百番台と同様の千二百ミリメートルとしており、天井は二百一系と同様の平ら天井に変更された。室内色は百番台最終造備車や五百番台同様の白とクリームを基調としたほか、主成竜器は 走行風を利用した自然冷却式の RS49 型に変更された。搭載される電気機器と配置は100番台を踏襲しているが、500番台とは異なり蓄電池とその付属設備を模波414型に搭載した。左波411型は電動発電機と電動空気圧縮機を搭載した。すべて中間車で製造されたが、 サハ411系一両がクハ411型へ改造された。2007年3月18日のダイヤ改正で定期営業運転を終了し運用離脱。2008年7月までに全車廃車。廃盤台区分の他サハ411型は廃形式となった。モハ414から808車内落成直後。 福知山線塗装での運用1991年に七尾線が大阪、名古屋からの特急電車の直通運転によるスピードアップと普通列車の電車化フリークエンシー工場のため電化されることになった。七尾線は地方交通路線で駅湖線橋や湖線道路橋などは車両の屋根と橋の間隔が狭い低高等区間が 多いことから工事費の削減と建築限界が小さく、できる直流電化に決まった。そのためすでに交流電化されていた北陸本線、金沢津端谷へ直通運転を行うことから、普通列車要項直流電車が必要となった。これに対し JR 西日本では、コスト削減の観点から特急、北近畿柔道用福知山運転所配置の485、軽画、 直流区間のみの運用であったことから、交流機器を抜き取って183経過する一方で、ここで余剰となった交流機器を113系に搭載して、重等を計画。その結果、415系への編入改造を施行したのが、本区分番台である。福知山運転所並びに、向町運転所に配置されていた800番台12両。 アボシ電車区並びに、ヒネの電車区に配置されていた霊番台21両、計33両の113系に対し1990年から1991年にかけて、水イ高取、カト,トの各工場で以下の改造工事を施行した。また長期使用に伴い以下の工事も施行された。2010年以降の塗装2015年に、 C01C04 編成が413系に置き換えられる形で運用離脱。C01 編成は2016年3月31日付で廃車され、C04 編成は2017年3月31日付で廃車された。2021年4月1日現在では3両、編成9本27両が金沢総合車両所に配置されている。 2014年3月14日までは朝ラ主事に金沢異性に直通していたが、521系の追加投入により、すべて金沢止まりとなった。その後七尾お及を呼び IR 線で運用されたが、2020年以降、521系100番台が導入されたことに、伴い本形式は置き換え対象となり、2021年3月13日のダイヤ改正で、 営業運転を終了した。1500番台国鉄分割ミニエーカ直前の1986年から製造された軽量ステンレス製車体を持つモデルチェンジ車で以下の変更点を持つ。このため番台区分はロングシート構成車500.600番台のモデルチェンジという観点から1500.1600番台とされ、国鉄時代には4両編成21本の 計84両が製造された。当初は前車勝田電車区に申請配置予定であったが、勝田電車区に配置されたものは国鉄製造分のうち4両編成 X8 本で、南福岡電車区にも4両編成 X13 本が申請配置された。これは新車の直接投入によるイメージアップ及び分割民営化後に本州と比べ経営が脆弱な。 九州会社への配慮を狙い、全車を勝つたに配置して100.500番台を年出し、南福岡の421系、低運転台車などを置き換える計画から変更されたからである。南福岡電車区配置の車両は以下のような変更点がある。またオールロングシートでありながら、当時は喫煙車が当然で、運転区間や時間帯で禁煙を設定していたことから、 211系などと同様に、ロングシート部に灰皿を設置した。このほか勝田電車区の編成変更に伴いサハ411-1701が製造されたため、国鉄時代の総製造量数は85両となる。サボウケ残存車分割民営化時には、構成者同様に JR 東日本と JR 九州に継承。 さらに JR 東日本では1991年までに4両、編成 X13 本を増備した。JR 東日本加護の増備車では、以下のような変更点がある。最終製造ロットは、常磐線での着席機械工場のため2階建て試作車、区波415-1901を組み込んだ以下の変速8両固定編成で、落成した。途中の駅で、 増解決できないため、上の寄りに4両編成を連結して、全区間12両編成で運用した。区波415-1901総製造量数は、模四 415K プラス414型ユニット35組70両、区波 411K1500 番台34両、同千六百番台十四両左四百十一 k 二両、区四百十五 k 一両の、 1> 計1 4 1両である。なお、JR 東日本所属車と JR 九州所属車には以下のサインがある。以下で運用面についての解説を行う。常磐線、水戸線で構成車と共通運用されていたが、2005年7月9日のダイヤ改正で2階建て試作車の区波415-1901が定期運用から離脱。同社は、 勝田車両センター内で留置後、2006年3月10日に、郡山総合車両センターへ改装され、翌11日付で廃車。同年6月12日から14日にかけて、解体された。2007年3月18日ダイ野改正で、上野高中距離電車の最高速度時速 130km 運転へ、移行並びに、 グリーン車を連結した E531 系に統一。このため、普通構成車は置き換え。本番大区分は、常磐線での運用区間を、友部原の町間に短縮したほか、以下の車両が2009年度上半期までに、余剰廃車となった。2014年12月より、E531 系付属編製造日により、以下のかつた車両センター配置車が廃車となった。 2016年3月26日ダイヤ改正では、勝田車両センターに配置されていた11編成44両が E531 系3000万台置き換えにより、常磐線及び水戸線での定期運用が終了。同年6月25日のありがとう415系号を最後に、JR 東日本での営業運転が終了した。 その後以下の通り順次廃車され、2017年11月16日をもって JR 東日本からは形式消滅した。サハ411型と区ハ415型はすでに全廃されているため、車席を有する車両はすべて4両編成を蘇生する。2016年3月に小倉総合車両センター文字港発出配置車両を南福岡車両区へ集約。 2020年3月14日付で2本8両、2021年3月13日付で4本16両が大分車両センターに転属された。2021年4月1日現在では、南福岡車両区に8本32両が大分車両センターに6本24両が配置されている。本項目では、形式並びに車両番号の変更を伴う改造及び、 冷房化など大規模な工事について解説を行う。113系を種車にした415系800番台を除き以下の3両が存在する。常磐線の基本編成蘇生変更により不足する。先頭車を補充するため1986年11月に大宮工場で区波115から612へ施行した本系列化改造である。 車番は当初901を不板されたが、1987年1月に101へ改版された。同車はもともと、サハ115の2として製造され1984年に、クハ115系1000番台とほぼ同一構造の運転台を接合する制御車化改造が施行されたが、本系列化改造時には床下へ、CP 搭載、主幹制御機取り替え、 硬直切り替えスイッチ取り付けが行われた。種車が115系であることから以下の特徴がある。しかし冷房改造が未施行だったことから401系403系非冷房車と共に415系1500番台に置き換えられ改造から5年後の1991年に廃車された。後日する1979年に発生した。 踏切事故でユニットの相手方を喪失したものの、比較的損傷の少なかった、もは403から1が、種車である。同社は、しばらくの間は保留車であったが、1980年4月に、もは400から7とユニットを蘇生させることになり、手電動機の交換などを、氷山工場で施行し、もは401系の続番に編入。 この際に4 0 3系時代から編成を蘇生していた、区ハ401から51、模波400から7と編成を蘇生してた、区ハ401から14と新たな4両編成を蘇生したが、区ハ401から51を除いた3両は、冷房化改造を施行せず1987年2月5日付で、廃車された。1989年に一部の7両編成を4両編成。 X2 本へ、蘇生変更を実施する際に、戦闘車が不足することから、郡山工場でサハ411型に運転台を、接合する制御車化改造である。計5 2 2編成の奇数向き戦闘車に、蘇生されたことから、種車に搭載されていた、冷房電源用 MG は撤去されたが、車体には、冷却風取り入れリューバーが残存する。 2008年7月14日付で廃車。1974年以降の申請者は、非冷房車と編成を蘇生するため準備工事で、落成した区波411から335を除き、全車冷房装置を搭載して落成した。そのため同等のサービスレベル確保の観点から、1971年製の415、経一時車は1977年に、 4 0 3系、4 2 1系、4 2 3系は1979年から冷房改造工事が施行された。ただし、4 0 3系は冷房化改造が施行されない、まま廃車となった車両が存在するほか、4 0 1系、電動車ユニット及び同時に製造された、区波401型は冷房改造の対象から外れ、非冷房のまま廃車された。本項目では、 会社別で解説を行う。国鉄分割民営化直前に改造施行された423系の一部を除き AU75 系、集中式冷房装置を搭載し、冷房化改造が施行されたが、工事内容を一家に示す。施行内容並びに改造時期などで一家に示す際がある。JR 東日本403系、冷房化改造工事は、 分割民営化も1988年までに施行された第7編成までは国鉄時代同様に au75 系集中式冷房装置搭載で施行されたが1989年の第9編成以降は車体構造上の都合から au75 型を搭載せざるを得ない模波402型を除き後期短縮と経費削減の観点から au712 系 集約分散式冷房装置搭載に変更された。JR 九州従来の集中冷房装置での改造工事では、構え体や屋根の補強が必要となり、工数やコストのかかる問題点があったため、国鉄末期には423系を対象に、集中式搭載改造に比べ費用に3に節減でき、工事間以下が可能な AU1。 X 型分散式冷房装置4機搭載へ変更したほか、分割民営化後は、さらに安価で簡易な、車端部座席にボックス分のスペースに、a u に x 型床置き式冷房装置を搭載する方式も採用された。本工事により1987年中に421.423系とも冷房化を完了した。国鉄時代にも別工法で、 全面強化工事試行者は存在したが、JR 東日本では、成田線大須賀踏切事故後に乗務員保護の観点から、全面強化工事未試行者を対象に、ステンレスイによる全面追加工事を積極的に推進した、結果、本系列でもほぼ全てに施行された。国鉄型電車では、全消灯光源として長く白熱電球を標準採用してきた。しかし、 フィラメントが後方に放つ光を反射し前方への投稿量を増やすための反射板が必須で、道具が大型活定焦土で、電球交換後は焦点調整を行わねばならないという欠点があった。このため、電球自体に反射板組み込み構造で、コンパクト活光焦土で焦点調整不要のシールドビームが普及するにつれ、既存の白熱電球の保守性や保安性が問題となった。 そこで、保安性及び保守性の向上を目的に、シールドビーム化改造が1970年代以降、順次施行された。当機の長時間停車時、室内が寒いと意見が出たため、中央の一箇所のみ開閉できるようにした。後年、当機、下機に長時間停車する駅や始発駅で使用されるようになった。JR 九州更新車側窓一部固定化改造車、 JR 九州が長期仕様を前提にした更新では以下の工事を施行した。ただし3両以下への短縮やワンマン運転に対応した改造は未施行である。このほか更新工事の有無に関係なく、車内スピーカーの更新、増設改造を行った編成も存在する。老朽化、余剰による廃車を除いた本系列の自己廃車は以下の3両が該当する。 2007年3月18日大屋改正で、常磐線上野交通距離電車の E531 系置き換えにより、大量の余剰車が発生した JR 東日本から、JR 九州へ500.600番台に編成8両、1500番台、1編成4両の、計12両が、以下に示すスケジュールで譲渡された。3編成とも車席復活後は、 南福岡車両区に配置され同月中に営業運転を開始したが、1500番台の FM1501 編成は、帯路を青24号に変更したものの、連結部外ホロ部分のみ、青20号のままである。2012年には3編成とも南福岡から、転出並びに編成番号を変更した。なお、f o 百二十編成は二千十六年三月には、 鹿児島車両センターへ FJ1501 編成は文字港車両発出の交番検査機能廃止により同年3月26日付で南福岡車両区へそれぞれ再提出した。さらに FJ1501 編成は2020年3月14日付で大分車両センターに転属し FO1501 編成となっている。 2021年現在で運用を有する車両は、九州の415系のみで、以下の形態で運用される。JR 九州所属ロングシート車、常磐線普通構成車さよなら運転常磐線三色混合編成金沢総合車両所所属の800番台が、引き続き七尾線、IR 石川鉄道線、金沢津畑七尾間で運用されていた。 2015年に一部を413系へ置き換え、2017年までに、2編成が廃車。2020年10月から2021年3月に、かけて521系100番台の導入によって、置き換えられ、同年3月12日に運用を離脱している。分割ミ民営カゴ時点では185両が所属し、421系。 423系を含めて332両が、承継された。同社唯一の高直両用金郊系電車であり、関門トンネルを通過し、直流電化されている、山陽本線下関駅構内へ向かう、運用のほか、九州島内では、鹿児島本線、日報本線、筑豊本線、佐世保線、長崎本線の列車に充当される。2009年には、 JR 東日本から運用短縮で余剰廃車となった4両編成 X3 本計12両が譲渡されたが2012年の817系3000番台運用開始に伴い南福岡配置車を中心に普通構成車から順次置き換えが開始された0.300番台はこの置き換えで消滅している2019年の821系運用開始に伴いさらに 置き換えが進んでいるが100.200番台の廃車は1編成のみにどまっている。2021年4月1日現在、南福岡車両区に1500番台8本32両、大分車両センターに100.200番台18本、1500番台6本、500.600番台1本の計25本100両。 鹿児島車両センターに500.600番台6本24両を配置する。分割民営化時点では247両が所属し、401系、403系を含めて339両が承継された。JR かごの追加増備車を含めると395両となる。国鉄時代から引き続き、かつた電車区に集中配置され、常磐線総枚南並びに、 水戸線で運用されていた。車両面では415系1500番台で401系初期車を E501 系、E531 系により403系を代替するなどしていたが、2007年3月17日ダイヤ改正で、上野高中距離電車運用を E531 系電車へ完全置換へを実施。常磐線、友部原の町間、水戸線に、 運用区間を短縮し、普通構成車は余剰となり定期運用を終了。同年3月24日には、三戸岩期間で普通構成車さよなら運転を実施。2009年まで2500番台の一部を含めて全車廃車となった。残存した1500番台も2016年3月26日ダイヤ改正で e 5 3 1営を置き換えられ運用終了し、 2017年11月16日までに全車廃車となった。国鉄時代を中心として運用の都合から以下の急行列車へ投入された。側面行き先表示機は JR 東日本発足後に製造された1500番台の一部と区波415-1901を除き準備工事で落成したが JR 東日本所属車は1991年までに JR 九州所属者は2000年までに当時在籍していた前車に搭載された。一方全面行き先表示器は JR 東日本所属者では常磐線独自の理由で白幕とされたが JR 西日本、JR 九州所属者では行き先を表示をしている。ありがとうございます。